心臓チャンネル、今日のテーマ言ってますが、全身性リテーマ糖ですーに行きます。えー、全身性リテーマ糖ですと言っても、えー、前に8本動画、抗原病の動画を上げてますから、抗原病の中の1つということです。えー、もう8本の動画で綺麗にまとめてますから、やらなくてもいいんですが、えー、まあ、全身性リテーマ糖ですーのみ、えー、原因になるものですね、これをしっかりちょっと上げとこうということですと。 えー、抗原病の一種ですから、まあ、抗原病の一種というか、抗原病ですよ、えー。全身性の炎症性の臓器障害ということです。で、症状を言っていくと、症状だけで動画が一本丸々潰れるぐらいの症状が、もう全身、頭の先から、もう臓器から何からどこでも出るということですよ。炎症が起こってるということです。体に炎症が起こってるということですよ。それで賛成される、自己抗体の中でも、抗 DNA 抗体は得意的と。それから、 えー、動脈ですね。えー、硬性の心血管病による死亡率も非常に高いということですね。えー、それから日本の SLE の患者は6から10万人もいるということですね。えー、これの原因ですが、抗原病の原因というのは、えー、遺伝病です。抗原病は遺伝病です。えー、医者たちはもわかっていますがあ、自分たちが犯人だということは言いません。えー、抗原病の原因というのは、主に医薬品。 これが一つですね。それから、移植ですね。輸血などの移植。これマイクロキメリズムと言います。えー、移植をすると起こると。抗原病は起こると。えー、医薬品でも抗原病は起こると。それから、えー、あとはあ、整形ですね。整形などでも起こります。これ整形な、何を入れるかというと、シリコンとか、 えー、パラフィンとかを入れると起こります。これを人アジュバント病と言います。これ名前もちゃんと付いてます。だから医,医学者全員知ってます。知ってますが言いません。自分たちが犯人だということは言いません。<laughs> えー、これは遺言病です。えー、それから、えー、今何をあげますかね医薬品あげました。移食あげました。えー、整形あげました。あ、それからアジュバントですね。ワクチンのアジュバント。 ですね。これも証拠があります。えー、ワクチンのアジバントで起こっています。えー、ワクチン、えー、国際近では、あ繊維筋痛症が起こってますね。あのー、えー、子宮頸画ワクチン打った人たちの中から、かなり、えー、繊維筋痛症が出てますね。これワクチンです、ね。ワクチンを打って繊維筋痛症が出てると。これも知ってます。医学者知ってます。知ってますが、自分たち犯人って言いません。えー、い、い、遺伝病ですから、自分たちが犯人だというような手を挙げるようなことはありませんから。 えこういう技術をちゃんと知って、自分たちで危険を回避していかなければいけません。えー、それでは、全身性リテマトでデスの原因ですね。えー、この全身性リテマトでデス、特に医薬品が原因、えー、ですね。えー、特に医薬品の原因の激しいところですので、その、どういう薬剤なのかこの病気を起こすのかというところを、ちょっとまとめておきますと。えー、ということですね。SLE の患者、 日本で6から10万人です。では次行きましょう。全身性レテマトです。ーの中で薬剤が原因のものを薬剤誘発性ループスと言います。名前もついてます。えー、全身性レテマトですーの。 中の、症例の中の10%以上が、この薬剤誘発性であるとなってます。10%以上ですから、10%でありませんよ。10以上ですから、20かもしれません、30かもしれません、40かもしれませんし、50かもしれませんし、60%かもしれませんし、70%かもしれませんし、 相当な数が薬剤誘発性だと思います、えー。薬剤が原因となる薬剤誘発性ループスはもうこれはもう知られてます。えーえー、医者たちは知ってます。そして知ってますから、SLE、全身性リテーマ等ウデの診断基準からこれは別物だと言って勝手に除外してますが、除外していいんですかね。えー、全身性リテーマ等です、えー、まあ抗原病の原因さっきも言いましたが、ああいうものなので、えー、ですね、えー、要するに4種類。 えー、言いましたがそういうのが原因ですからあ除外してはいけませんね、えー、全子性でまとうです薬剤で起こっています薬剤誘発性ループスと言いますでは次行きましょうはいそれでは、えー、原因薬剤ですね薬剤、えー、が原因はもう多数報告されていると、えー、まず高圧剤 えー、血圧下げるやつですね、えー、ヒドラジン、えー、とか、えー、抗生脈薬、プロカリアミドとか、抗生物質でも起こってますね、抗生物質、これ多いですよね、抗生物質、えー、イソニアジドおやあミノサイクリン、えー、なんかも頻繁に、えー、起こるということですよ、全身性のエリテマト、えー、です、起こりますねって。 それからヒドララジンですねヒドララジンを高容量で長期使用した患者の約5%が SLO になるということですねそれからニキビの治療で長期使用されたミノサイクリンでこれで大体10万処方当たり何人ですかね53症例ぐらいの割合で 全身整理でもどうででもととすすにるいうことですよ、えー、それからミノサイクリン、えー、誘発性ループスは長期使用後の中断とかによっても出ると薬をやめてやめて後にでも出るということですよねこういうこともしておかないそれから他のテトラサイクリン系ですね他のテトラサイクリン系でも、えー、大体1万 年、1年間10万人あたり8.8症例ぐらいの割合で全身性エリテーマトウデスになると。もうこういうことは分かってるということですよ。薬が原因ですね。全身性エリテーマトウデス。よく知っとかなきゃいけないということです。はい、まだ薬ありますから薬の種類ずらっと上げておきますが、次いきます。 はい、えー、原因の薬剤、えー、ですね、ここにずらっと上げておきますが、まあ、こういうものがありますと、えーですね、さっきも言いました高圧剤とか、えー、抗生脈薬とか、えー、いろいろお抗菌剤もありますし、抗生物質もありますし、こういうものです、ねえー、があ起こす薬剤一覧ですね、はい、抗生物質もあります、えー、抗,抗経燃薬もありますね、何種類か。 はい、こういうものもあります。抗生脈薬もあります。それから、抗精神病薬ですね。クロロクロマジンですね。クロロクロマジン。こういうのもあります。えーですね。こういうものが、全身でまとめて走行しますよ。と。それから、最後、知っましたミノキシジルですね。これです。これはもともと、血圧下げる薬で開始されましたがあ、副作用で毛が生えるのが分かって、要するに副作用、 毛が入る副作用を今使って、何でしたっけ商品、リアップでしたっけ水谷豊さんが宣伝したやつですね。要するに育毛剤ですよ。これでもなります。女性用の育毛剤もリアップやってますね。女性も使ってますね。だから当然女性も全身性エリテマトです気をつけないといけない。という薬剤誘発性ループス気をつけないといけない。こういうものでなるということですね。ミノキシジルですね。 育毛剤ですよ。こういう,こう,いうのも知っておかなきゃいけないということです。はい一応、えー、薬剤、誘発性ループスーですね。えー、前身エリテマトでデスの原因、薬、えー、まず一覧上げときましたと。とそして、えー、次、えー、ですね、えー。あとは補足ですが、次ちょっと行ってみましょう。 最後補足ですね。少しだけ、えー、補足しておきますが、全身性、えー、の、全、えー、身ル,ループスエリテーマ等です。要するに、えー、ですね、薬剤性、えー、ループス、全身性エリテーマ等です。ですが、この全身性のエリテーマ等ですを、えー、マウスですね、実験動物へ、えー、要するに病気を持ったマウスを作るにはどうするのかという、う ものの中に、以、え、下、ー、こ,こういう種類のマウスで作ってるということですよ。病気のマウスを作ってると。以、え、下、ー、こういう1 2 3 4 5, 5種類ありますが、全部やりませんが、えー、いくつかありますが、今回一番下だけやっておきましょうかね。えー、プリスタン、えー、投与マウスということです、えー。プリスタンを投与したら、全身生理テーマトうですに、マウスはなりましたという。 う分かりやすいので一番下だけやっておきますが、プリスタン投与マウスというのがあります。病気はどうやって作られるのかということですね。はい。では最後いきましょうね。うん、投与したあマウスは全身生理テーマトースになるということですが、このプリスタンって何なのかということですが、あモノクローナル抗体酸性用のアジュバント、要するにアジュバントです。 えー、合成プリスタンというものになってます。えー、天然のプリスタンというのは干揚から取る、ウバザメとかの、サメの干揚から取る物質です。それがプリスタンです。えー、それを要するに、えー、今はあ、ウバザメとか取っちゃいけないことになってますから、合成プリスタンになってますと。非感情、イソプレノイドであるプリスタン。 えの化学合成品と。これを使ってマウスのモノクローナル抗体、酸性用にアジュバントとして使用と。これを要するに、マウスに打つと、プリスタンマウスに投与すると、 全身性、リテマトウです。なるということです。アジュバントですよ。そして、このアジュバントですが、このプリスタンですが、人間にも、人間にも使われているということです。えー、いろんなワクチンですね。そういうものに使われているということです。えー、最近のワクチンでは、子宮けんがワクチンで、えー、維筋痛症、繊維筋痛症というのも抗原病の一つですね。えー、ちゃんと起こっています。 えー、もう証拠もありますし、えー、医者もそういうことは分かってます。アジバントで起こってるということですね。えー、で、最後ですが、全身生理テーマどです、えー。薬とかワクチン、こういうアジバントですね。こういうもので起こる。もうこれ分かってることです。分かってますから、こういうことで起こって、薬やワクチンで起こってるのに、医者に行ってまたステロイドや免疫抑制剤などの薬ですね。また薬でなってて、また薬。 ワクチンでなってるの、また薬。えーえー、もう何十種類という薬、えー、使われてボロボロになってる方いらっしゃるじゃないですか。要するにもう治療ではありませんね、あれは。もう、要するに症状をごまかしているだけということです。え遺、ー、言性の病気です。えー、要するに医学、薬学、医者が犯人ですよ。そういうのが作り出した病気なのにそこに行っても治るわけがありませんね。要するに犯人のところに治してくれと言って言っているようなものです。えー、もう。 え、患者の方、これもよく考えて、えー、この病気がどういう病気なのか、よく勉強して、えーえー、自分のピンチを切り抜けていただきたいと思います。はい。今日は、あ全身生理テーマ等です。は、薬剤誘発性ループスといって、薬で起こりますと。えー、他、えー、少しですが、アジバントのことにも触れてみました。ありがとうございました。